今週と来週私はイエス・キリストの十字架ということについての話をしようと思っています。おそらく皆さんはもうイエス・キリストの十字架ということについては何度も耳にしたことがあると思います。でもイエス・キリストの十字架って決して言葉で説明し尽くすことができるというものではなさそうです。そういう意味では何度も何度も聞きながら新しい十字架の意味とか、あるいは違った側面から考える十字架と私という出来事を、礼拝の中で考えていただけたらと思っています。新約聖書のヨハネの第1の手紙というところにこんな言葉がございます。聞いていただければ結構ですが、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そもそもなんで十字架が必要なんだろうと考えたことがあるでしょうか。なんで十字架なんだろう。いろんな説があると思います。実は私たちは人間の歴史が始まってからずっとどこかで、もし神がおられるなら神とは仲良くしていた方が得だというふうに知っています。なのでそれが人間の社会の中に宗教を作り上げました。どこの社会に行っても年に何回か、あるいは地域によっても違いますけれども、神様をなだめるとか、神様に喜ばれるとか、神様に感謝をするとか、そういう、意味を持たせてお祭りが開かれます。それはどんな宗教でもどっかで必ずそういう、神様がおられるなら神様とは仲良くしていた方が得だと考えてお祭りがある。日本にも結構祭りありますね。この辺も結構お祭りがあってですね、よく年に、それでも年に何回でもないですけれども、旗当たったりしていますし、おみこしがしばらく前にお茶の水の駅の構内におみこしを担ぎ込んでですね、大騒ぎしていたというのがありましたね。誰が喜ぶのかなこれでと思いましたが、でも聞くところによると、ああいうふうなことでやっぱり駅の構内もやっぱり清められなきゃダメだという意識があるみたいでですね、まあそれはそうかもしれないと思ったりするわけですけれど、まあでもとにかく人間の心の中にはどっかで神様がおられるなら、なんか神様とは仲良くしておいた方が得だよなという思いがある。で、それゆえの祭りがあって、例えば日本でも初詣のあの賑やかさはすごいですよね。まあ初詣って言って出かけて行って、その次行くのはいつかなと思って、また来年の初詣だったりするわけですけども、まあとにかく何かしておいた方がいいよねという発想です。ところがですね、私たちがどんなに頑張っても本当のところ神様が OKOK それで OK というサインをなかなか出してくれないんですね。だからどっかで自分でまあ行ったからいいかと決めるしかないんです。まあここまでやったからいいか、まあ祭りも忘れずにやったことだし大丈夫なんじゃないのっていう発想ですね。ところが聖書はそういう状況に対して全く違うアプローチを教えてるんです。それはなぜかというと、神様の側で神様が喜ぶ方法、神様の方法で神様の心が満足させられる方法をちゃんと用意して、神様ので全部お膳立てをして、この線で行きなさいというふうにお示しくださっているからです。実は神様を喜ばせたいとか、神様の心をなだめたいとか、いくら思って努力をしてもなかなか思うに任せない、なかなか確証が得られないので、私は正直に考えれば考えるほど、真面目な人であればあるほど、私たちは心の中に欲求不満状態を溜め込むことになる。ここまでやったらいいのかな、いややっぱりダメのような気がする、こうやったらいいの、やっぱりダメのような気がする、自分が頑張って清くなれればいい、でも自分は清くなれそうにないということで、なんかいつでもそれこそ慢性的な欲求不満状態、神様ということを考えるといつもなんかそこに欲求不満状態が生まれてしまう。いや、神様について考えて欲求不満状態が生まれるばかりではなく、冷静に考えれば考えるほど
死ということを考えれば恐れが生じる。自分の日常生活ということを考えると、こんな生活してるんじゃ神様に喜ばれるはずはないよねと思うようなことがいっぱい出てくる。そうすると途中で、まあ、もういいやって諦めたくなってしまうことがある。で、まあいいやという状況になると、もうね、教会に行くのも面倒だし、宗教作業も面倒だから、まあもうないことにしようという。でもないことにしようと思っても、心の内側にやっぱまずいような気がするよなと思うので、じゃあちょっと隣組でなんか手伝おうかなとか、その程度でですね、なんかこうとにかく心の中がなかなかこう収まらないんですよね。聖書は全く違う次元から十字架ということを指し示すのです。イエス・キリストが十字架にかけられた。もちろん歴史的にはユダヤ教の中でイエス様の生き方が普通の人たちとちょっと違うというところもあって、ユダヤ教徒たちからは異端視されて迫害されて十字架につけられたという理解は可能です。でも実はイエス・キリストの十字架には全く別の意味がつけられることになりました。それは私たちに対する神の愛、神の怒りがイエス・キリストの十字架の上に全部乗せられたということが教えられているからです。この皆さんにお渡ししたこの説教のメモのところに、括弧の2というところに、十字架、人間の罪に対する聖なる神の怒りを取り除くなだめの供え物という言葉が書かれています。なだめの供え物。新約聖書のローマ人の手紙の1章の18節というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、この不敬虔と不正というのは、不敬虔というのは神様嫌いというふうに訳されていますね。神様嫌いと不正、不正というのは罪であり、まあ文字通りの不正ですね。神様嫌いの心と人間の社会の中におけるさまざまな不正不義に対して神の怒りが天から啓示されている。神の怒り、神は愛なるお方であるにもかかわらず、私たちの神様嫌いの心と、あるいは私たちの社会生活における不義、人に対して、あるいは自分に対しての不誠実、そういうようなものに対して怒りをあらわにしている。で、私はそれに対してどう対処することもできない。神様の方で道を開いてくださいました。ローマ人の手紙の3章の25節、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。ここになだめの供え物という言葉が出てきます。なだめの供え物、新約聖書の中に2箇所しか使われてない言葉です。このなだめの供え物という訳は、しかも新改訳聖書にしか出てないんです。だから今日はここに書かれている聖書の引用は、普通は新教大学聖書を使ってるんですけど、今日は新改訳聖書です。これなだめの供え物という訳は新改訳聖書しか使用してないから、でこの方が分かりやすいからです。なだめの供え物というのは神の怒りがなだめられるという意味です。イエス・キリストの十字架は私に対して乗せられるはずの、向けられるはずの神の怒りがイエス・キリストの上に乗せられることを意味します。私の罪に対しての神の怒り、私の不正に対しての神の怒り、私たちの神様嫌いと反抗心に対しての神の怒りがイエス・キリストの上に乗せられることになりましたよと。なだめの供え物というのはそういう意味です。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。なだめの供え物なのだ。キリストが私と神との間に立って、神の怒りを全部引き受けてくださって、私たちが神の怒りに触れることがなくても済むようにしてくださったのだというのが新約聖書の教えです。キリストイエスは私と神との間に存在したはずの神の怒り、神の聖なる憤り、それが私の上に乗せられるのではなく、キリストの上に乗せられることで私が許され、私が安息できる、そういう状況を作ってくださったのだ。さっき読んだヨハネ第1の手紙の4章の9節、神はその一人子を世に遣わし、
その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここにもなだめの供え物というのがあります。この2箇所、なだめの供え物、イエス・キリストの十字架は神の怒りをなだめるための供え物であった。私が一生懸命頑張って神様の怒りがなだめられるために、このこれを一つどうぞとか、あれを一つどうぞ、そんなことはいらない。イエス・キリストは全部私に代わって、あなたに代わってのなだめの役割を十字架で果たしてくださったのだというのです。だから私は神の怒りを受けるということについてはもう恐れる必要がない。もう恐れる必要がない。あなたはイエス・キリストを信頼したとき、あなたはイエス・キリストのもとに置かれ、イエス・キリストが裁かれたとき、あなたが裁かれた。イエス・キリストのように神の怒りが望んだとき、イエス・キリストを信じているあなたの上にも神の怒りは望んだのだ。そしてイエス・キリストが蘇られたとき、あなたは神の命の中に、キリストの支配の中に置かれるものとして蘇ったのだ。だから神の怒りを恐れる必要は全くなくなったんですよということなんです。そしてさらに、この括弧の3とありますが、十字架、神と人間との間にある対立、阻害の壁を取り除く和解の行為というのがここにかかっています。イエス・キリストの十字架は神の聖なる怒りを取り除くなだめの供え物であったと同時に、私たちと神との間にあった隔たりを取り除く和解の出来事として、その十字架は提示されました。この旧約聖書のイザヤ書の言葉はここにあります。 59-1、 見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだという言葉があります。神と私の間に罪があるので、清い神はその罪ゆえに私に対しての怒りを発し、私に対しての裁きを発せざるを得ない。ところがイエス・キリストがそこに立って、私と神との間の中保者となってくださったので、イエス・キリストの十字架の上での言葉、発言は7回聖書の中に書かれています。7つ、イエス・キリストの言葉ですね。イエス・キリストの十字架での発言の一番最初の言葉は何かというと、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのです、というのがイエス・キリストの十字架の上での最初の発言です。とても大事な発言です。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているか分からずにいるのです。もちろんイエス・キリストは自分を罵り、自分を十字架につけるような心を持っている全ての人間のために、父よ、私を十字架につけるような心を持ったこの人たちを許してくださいと祈ったんですね。でもそれはよろしくお願いします、許してくださいという意味ではなく、許してください、私を処分することで、私を打つことでこの人たちを許してください、私を罰することでこの人たちを許してくださいという意味がありました。十字架の上でイエス・キリストは私と父なる神との間に和解が成立するように、神の怒りが取り除けられるだけではない、神との本当に素晴らしい和解が成立するように、十字架の上で打たれ、悩み、苦しみ、裁かれてくださいました。パウロはローマ人の手紙の5章の10節に、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私は神を大いに喜んでいるのです、とこう書きました。和解が成り立つ、嬉しいことですよね。仲違いしていて、もう顔回せるのも嫌だった、口も聞くのは嫌だったという人が、なんかふとしたきっかけに仲良くなって、そして一緒に同じものを見て楽しむことができるようになる、一緒に同じものを食べておいしいねって言えるようになってくる、神との関係がそういう状況になってくる、
そうするとね、私の心の内側にある神に対する欲求不満状態というのは随分解消されるんですね。別に私が大きなものを見せなくても、大きなことをやらなくても、神は私を愛し、私をそのままでいてくれて嬉しいよと言ってくれる、そうだとすれば私は欲求不満状態に陥らなくても済むんですね。でもそれはイエス・キリストの十字架のおかげです。イエス・キリストの十字架のおかげ。そしてまた括弧の4番目に、十字架、束縛と不自由の状況に閉じ込められているものを身代金を払って解放、救出する贖いという言葉で、難しい言葉です。贖い、代価を払って買い取るという意味ですね。実は神との関係について考えるとき、神の怒りがある、罪の裁きがある。イエス・キリストは神の怒りを取り除けるために、そのご自分に神の怒りを引き受け、また神の裁きを引き受けて、私たちに許しと和解をもたらしました。でもね、イエス・キリストの十字架ってそれだけではないのです。それだけではなく、イエス・キリストは私たちそのもの、私、罪ある私そのものとなって十字架について裁かれてくださったという教えがあるんですね。私たちそのものになった、イエス・キリストが十字架で苦しんでいる、その苦しみは私そのものの苦しみになってくれたのだ。つまりイエス・キリストを信じた時、私とイエス・キリストは結びつけられて、今までは私のボスは常に自分自身であり、流行物であり、世の流れであり、あるいは暗闇の主権者と言われている存在、それが私のボスでした。でもイエス・キリストを信じた時、イエス様の十字架が私のためですとうなずいた時、実は私の存在がイエス・キリストの支配の中に置かれることになるのです。イエス・キリストの支配の中に置かれることになる。これはね、とってもとっても大事な大事な要素です。時々私たちはイエス様を信じるという表現を使う時、イエス・キリストを心に迎え入れるという表現を使いますね。イエス・キリストを心に迎え入れなさい。そう、その通りなんです。だけどイエス・キリストを迎え入れるという言葉を使うことによって何が起こるかというと、私がイエスを信じてやるというか、私が主で、私がイエスを、ね、心に迎え入れる、私がここにいてイエスはここにいるみたいなイメージがあって、調子がいい時はいいんですけど、調子が悪くなると、なんかうち、私のイエスさんはどっか行っちゃいましたみたいな、そんなことが起こる可能性があるわけですね、意識として。でもね、実はイエス・キリストの十字架というのは、私たち自身がイエス・キリストのもとに全部集められて、イエス・キリストと一緒に裁かれ、イエス・キリストと一緒に新しい命に生き返るという意味があり、イエス・キリストを信じるというけれども、イエス・キリストを信じるというのは、実は私の存在が私がボスというのではなく、イエス様が主、イエス様の主権者の主権者、イエス様のところに生かされるようになったということの表明でもあるのです。だからパウロという人は、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだということを言いました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだ。そう、新しく作られた、それはなぜかというと、立場が変わったから。今までは自己中心であり、今までは自分が中心で、自分が神様を求める、自分が神様に喜ばれようとする、自分が自分がという世界にいたのに、イエス・キリストを信じた時、主のもとに生かされる存在となったので、主の命に生かされる存在になったので、主の教えに守られながら生かされる存在になったので、もっと極端なことを言えば、悪魔の下に生かされていた私たちが、そこから救い出されて、主イエス・キリストのもとに生かされるものとなったのだ。 C.S. ルイスが天国と地獄の離婚という本を書きました。天国と地獄の離婚、面白い本です。でもとても下に飛んだ内容がありますね。イエス・キリストを信じた時、私は地獄と離婚させられたのです。イエス・キリストを信じた時、私は悪の力から離婚させられて、いや離婚することができて、私はキリストと結びついて生きることができるようになったのです。これね、とっても大事です。というのは、イエス・キリストを信じても、なんかイエス様を信じても何も変わらないような気がするんですよねって、全然喜びもないし、ね、どこも変わってないような気がする。鏡を見ても何も変わらないし、ね、自分の日記を見てもろくなことを書いてないし、
イエス様を信じても何も起こらないような気がする。違いますよ。確かに現実的には何も変わらないように思うけど、イエス・キリストを信じたとき、あなたの主人が変わるのです。あなたの結婚相手が変わるのです。あなたはそれまで悪の力の中に生きていた、あるいは自分の思い通りに生きようと思って頑張ってきた。でもイエス・キリストを信じたとき、イエスがあなたの主となり、イエスが あなたを守り、イエスの御言葉があなたを支える、そして神は私の心に聖霊を与えて、その確証を与え、そうだ、私は間違いなくイエス様と生かされてるんだということを折に触れてしっかり思い出させてくださる。礼拝が楽しめるようになってくる。神の御言葉を聞くことがなんだか嬉しいことのように思えるようになってくる。そして日常においては、普通の離婚も同じかもしれません。離婚してもふとね、街でその人と会った時、なんとなく違和感を感じる。なんとなくね、どういう気持ちか人によって違うでしょうけども、 あの人のおかげでこんな思いになっちゃったとか、あの人がいたからこんなせいだ、あのこんなことになったとか、いろんなことを思うでしょう。でも昔のようにその人は私をもはや支配することができないんです。その人がいることで違和感を感じ、嫌だなと思うことがあるとしても、法律上離婚したら、その人は私のところに来て昔のように私をこう振り回すということができないんです。イエス・キリストを信じたとき、悪の力はもはやあなたを振り回す力がないし、権限がないのです。あなたはイエス・キリストのもとに生かされているからです。で、それ実はそのことに気づき続けるというか、そのことを日々の生活の中で、そうなんだよなとうなずくことが、実は私たちにとってとても大事な信仰生活の作業と言ったらいいかもしれません。救われるために頑張る必要はないのです。救いということに関して言えば、イエス・キリストが全部やってくれました。私たちは信頼し続ければいいだけのことです。聖霊はそのために与えられました。聖霊は私に与えられて、御言葉を思い起こすことができるように、イエス様の教えを思い起こすことができるように、そしてイエス・キリストの愛、神の愛がどれほどのものなのかを分かるように、聖霊は私の心の内側に働いておられます。神の怒りから救われ、そして罪が許されて神と和解させられ、私たち自身の罪が許されて、私たち自身が悪の配下から主イエス・キリストのもとに置かれることになった。私たちは、そうだ、私はキリストと一緒に死に、キリストと一緒に生かされたのだと、そのことを告白しながら生きていけばよいのです。状況はどうあれ、そのことを告白して、そこに私の生きるその土台を据えることが必要です。パウロはそのことを教えるためにローマ人の手紙の6章にこう書きました。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれから罪の奴隷でなくなるためであることを私は知っています。だから今までは罪の奴隷だった、罪が私のボスだったとね。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度、罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるんだからです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。これね、思いなさいってありますけど、思い続けなさいという言葉ですね。断定し続けなさい。 Keep on というね、 Keep on reckoning という、ずっとそういうふうに断定し続けなさい。あなたの状況がどうあっても、ああ嫌な日だな今日は、神様の臨在を感じない、神様の力も感じない、神様と遠くにいるような気がする、そうだとしても、私はイエス・キリストと一緒に死に、イエス・キリストと一緒に生きた、イエス様によって生かされている私です、今日もよろしくお願いします、そこから始めなさいということなんです。そこから始めなさい、そこから始め続けなさい。さ、その作業が信仰です。そして礼拝はまさにそのことを励ます集まりです。そのことを励ます集まり、礼拝にやってきて何がね、礼拝にやってきて特別なことはないと思いますよ。毎回毎回同じね、同じような似たようなメッセージを聞いて、
関根節とも言われてますけども、それを聞いてですよ、そんなにパッとしないね、今日もなんか同じような話だったねみたいな、そんなことかもしれません。でも何を思い出してほしいかというと、そうだ、私は罪の支配下からキリストの支配下に移されていて、私はキリストによって生かされてるんだということを思い出す。そうだ、キリストの中に私は置かれているんだということを思い出す。それが礼拝の中でとてもとても大切な作業です。それが分かると私たちはなんかとても大きなこう安心感といいますか、私はイエス・キリストを信じた時、イエス・キリストの命に接ぎ木されているのです。あなたの存在はそのイエス・キリストというその木の幹にしっかり固定されて、イエス・キリストと命が通っている。あなたの状況がどうあれ、どっから風が吹いて雨が吹いても、もう間違いなくキリストの命があなたの中に息づいている。だから判断のどっかで聖書と違うことを教えられると、あれなんか違うなと感じるようになるんですよ。不思議ですよ。全然聖書と異なる教えに触れると違和感を感じるんです。私たち聖霊が働くと、私はそれを健全な違和感と呼んでるんですけど、聖霊による健全な違和感ってあるんです。で時々あ、こんなこと考えちゃうのは悪いのかな、不信仰かなと思うことあるかもしれませんけど、あなたがちょっと違うなと思ったのは大体正しいと思っていいですよ、あんまりそう、あんまり自分を、ね、いじめないでもらいたい。聖霊はそんなに愚かな方ではないので、あなたの信仰が本当に初歩のようなね、そうだとしてもなんか違うんだよなということを聖霊はちゃんと教えてくださいます。そして御言葉に私たちをとどめてくださる。それはねとても大切です。でも宗教組織としてはみんな同じ方向向いた方がやりやすいって言えばやりやすいので、そんなことは考えてはいけないというふうに強制する空気となるかもしれませんけれども、イエス・キリストのメッセージの中には救いに対しての、あるいは救われるということに対してのこうしなければならない、ああしなければならないという強制はないのです。イエス・キリストが全て準備し処分し、ご自分の命を懸けて私の救いのための全てを処理してくださいました。私はそれをありがとうございますと受け取るだけです。そして受け取ったら、私はこのお方の命の中に置かれたのだと信じてそこに留まるということが求められているだけなんです。イエス・キリストを信じて私たちは神との関係が変えられる。死の恐れというのが少なくなる。死の恐れが少なくなるというのはなぜかというと、神に裁かれるという恐れがなくなるからですね。死は苦しいものでしょう、きっと肉体にとっては辛いことでしょう。だからそれについての恐れはあるかもしれません。嫌だなという、そういう面での違和感はありますよ。命というのを持ってますから。でもそれ以上のそこから先の恐れというのはないんですね。神は私を愛し、私の裁きは十字架で済んでいるので、この体の死ということについての恐れはある、違和感はある、にもかかわらず深いところでの恐れは消えているんですね。イエス・キリストのお迎えを歓迎できる心が整えられることになるでしょう。そしてまた同時に慢性的な欲求不満状態というのも解消されてくるんですよ。神様は私たちを本当に愛して、私の存在そのものを愛して、御子イエス・キリストの命をかけてくださったことですから、私が何をするにしてもこのお方は私の存在を喜び、私の祝福、私の成功を喜び、私の失敗を一緒に悲しんでくださるお方だからです。そういうお方と一緒に生きているということが分かると、できるできないというのは個人差がありますから、それぞれみんな別々ですけれども、でもできるにしてもできないにしても、私は愛されているんだなということを深く味わうことができるので、慢性的な欲求不満状態からは解消されることが多いですね。神との関わりにおける慢性的な欲求不満状態は解消されることが多いです。イエス・キリストは
なだめの供え物となって、神の怒りを私たちの罪に対しての神の怒りをなだめてくださいました。イエス・キリストは和解を作り出す中保者として、私たちと神様との間の関係を修復してくださいました。神が私を愛してくださっているということは分かるようにしてくださいました。イエス・キリストはその十字架で私の心の内側を全部洗い清め、私を神に愛される者としてイエス・キリストの支配のもとに置いてくださいました。キリストの命とつながって生きる、キリストが用意してくださったその命の中に私は置かれている。そしてその十字架のパワーは無期限に有効なのです。私が生きている限り、このイエス・キリストのなだめの供え物としてのイエス・キリストの十字架、和解を提供する力としてのイエス・キリストの十字架、私の心の内側を新しく作り変えるというイエス・キリストの十字架の力は決して減ることはないし、なくなることはないし、それは永遠的に私たちのために提供され続けている。私はただただ主よありがとうございますと応答して、私があなたと結びついてあなたの命の中に生かされていることを本当に嬉しく思います、あなたを礼拝しながら生きていきます、どうぞよろしくお願いしますという姿勢で、毎日毎日私は今日もイエス様によって生かされ、今日もイエス様の命で生かされるのだというそんな自覚を持って生きていくことができたとき、私は神の愛の大きさをしみじみ味わうことができる、十字架のもたらした祝福をしみじみ味わうことができるのだと思います。一言になりましょう。恵み回転の主なる神様、十字架の恵みがどれほど大きいものか言葉で説明することは何か不可能なような気がします。聖霊様、どうぞ一人一人の心にあなたが語りかけて、一人一人の状況の中にそれがどれほど必要なものなのか、またその祝福はどれほど大きなものなのか、聖霊様どうぞあなたが御言葉を届けながら一人一人の心に教えてくださいますように心からお願いします。そして私のようなものを愛して御子イエス・キリストをお使わしになり、そして御子イエス・キリストが私のようなもののために命を懸けてくださったというこの出来事を本当にありがたい出来事として心にしっかり収め、そうだこのお方の愛に応えながら、このお方の命に結ばれながら生きていこう、そんな意欲を育てられるようにしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。